怪我で約1ヶ月離脱していたガンバ大阪の元日本代表 FW 宇佐美貴史30が9日の川崎 F 戦パナスタで復帰する見通しとなった。本人が8日、大阪、吹田市内での練習後に取材に応じた。3月12日の広島戦で右太もも裏を痛め、その後は公式戦4試合を欠場していた。この日、ホヤトス監督から、試合に、一緒に連れて行く、と公表された背番号7は、勝ちたいのはどの試合もそうだが、苦渋を舐めさせられている相手。もちろん、積もり積もった借りは、チームとして返したい、と言い切った。川崎 F とは通算14勝7分け15敗と、ほぼ互角の対戦成績を残すものの、19年3月の勝利を最後に7戦未勝利、2分け5敗が続く。宇佐美自身は、昨年3月の同じホーム川崎 F 戦で右アキレス腱を断裂しているが、いや、全く、と、個人の思いは消去した。今季リーグ戦の G 大阪は、ここまで3分け3敗の16位に低迷するが、直近の5日ルヴァンハイ FC 東京戦では、3-0 と今季最高の内容で圧勝した。この前の試合のようなサッカーができれば、おのずと自分が輝ける、良さを出していける機会も増える。ルヴァンハイで良くて、リーグ戦でダメというのでは話にならない。自分が出るなら継続させていけるように、チームの最大のテーマと思う約2万人の観客動員を見込むホームで、主将の宇佐美が今季初勝利へと牽引する。